おはようございます。おはようございます。アレリア、アメン。2月15日朝のレッド放送です。おはようございます。おはようございます。今日はですね、車がちょっとないんですね。ですから今日は、車載じゃなくてですね、歩いて、外配信したいと思います。それではですね、早速外に行きましょう。はい、ボアゲンさん、おはようございます。ボアゲンさん、菊池さん、菊池さん、おはようございます。まず御言葉ですね。2月15日月曜日、今日の御言葉は、しかし神を愛する人がいれば、その人は神に知られているのです。しかし神を愛する人がいれば、その人は神に知られているのです。 But God has no doubts about who loves him. But God has no doubts about who believes him. 神を愛する人、私たちは神様を愛しています。神様を愛する人は神に知られている。神様を愛している人は神に知られているですね。皆さん喜んでください。私たちは神をに知られていますね。神様に知られています。はい、今日はですね、今日は天気のようですね。こういう感じですね。まだそんなに人は歩いてませんね。空の様子。はい。だから毎日正直に生きていくことが大事なのですね。そうなんです。神様に知られているということですね。神様が見ておられる。神様の目はですね、神を愛する人に注がれているということですね。エイジさん、おはようございます。神様を愛している。皆さんは神様を愛しているではないでしょうか。神様の目は皆さんに注がれています。日々罪を悔い改めながら生きています。ボアゲンさん、その通りです。私たちは主にあって生きています。主にあって生きています。主に導かれながら生きています。御霊によって導かれています。皆さんは、御霊に導かれながらこの放送を見ています。皆さんがこの放送を見ているということ自体がもう聖霊様に導かれて、聖霊様が、ね、皆さんを朝起こし、放送を見なさい、放送を見なさいと皆さんを起こしているのではないでしょうか。一度きれいな花をお見せしますよね。これは本物の花でしょうか。パンジーがきれいに咲いてますね。なんか1年が早い感じですね。神様が作っただけあってすごく綺麗です。なんか去年これ何でしたっけ、桜草でしたっけ。去年この桜草をなんかお見せしたような、覚えてますか。もう1年経つんですかね。早いです。
これからはですね、だんだん春が近づいて花が増えていくと思います。皆さんにいろいろな花をですねお見せすることができるんではないでしょうか。花が綺麗で優しい感じがいいですね。今日は久しぶりに野原に行きたいと思います。四季の移り変わりも神様からの贈り物ですね。その通りです。日本はですね、四季のある国です。それはとても、幸せです。四季のある日本、春夏秋冬、私たちは神様のその季節を作った、神様が作った季節を楽しむことができます。クルーズさん、おはようございます。空はですねこういう感じですね。まだ朝日が出てないですが、朝日が雲に隠れてまだ出てませんが、実際はもう朝日が出てるんではないかと思います。というわけで、自然を見るとですね、自然を見ると、まあ、神様の存在をその認識しやすいというか、おはようございます。自然を見るとですね、自然を見ると神様がおられる、神様がおられるということを感じやすいのではないでしょうか。私たちはその神様を忘れやすいです、忘れやすいのでいつも神様を求める必要があります。太陽が昇ると神様の光を感じます。アメン。太陽が昇ると神様の光を感じます。自然を見ると進化でできたのではなく、デザインされて作られたのがわかりますね。菊池さん、そうですね。美しい自然には神様の英知が詰まっています。アメン。アメン、まさにそうです。美しい自然には、神様の英知が詰まっています。あ、太陽出そうですよ。太陽が出そうです。すごい輝いてますね。アメン。洗礼を受けたいですか？スカイプの方に問い合わせください。ね、皆さん、どんどん洗礼を受けてください。イエス様を信じた方は、
昨日のバルバラさんのようにどん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 、あ、太陽出ましたね。太陽出ました。まだちょっと雲に、雲の間ですが、もう光が届いてます。ありがとうございます。こちらのスカイプ ID の方に、ね、占領を受けたいと問い合わせください。太陽がなければ我々は生きられません。同じように神様がいなければ我々は生きられません。太陽にイエス様を感謝します。アメン。太陽は神様を表しています。キューちゃんと話をしたら心が穏やかになります。太陽は神じゃないですね。太陽は神じゃないけれども、太陽は神様を表しています。日本の日の丸も本来は太陽ですから、その、太陽崇拝になるでしょうか。確かに、太陽は神を表してはいるけど、神ではないのですね。そのところ、しっかり理解する必要があります。太陽を偶像にしてはいけないですね。日の丸のデザインを変えた方がいいですね。そうですね。まあ、日の丸は結局は太陽崇拝。アマテラス大神。ね。アマテラス大神という、その日本の、神と言ったらいいのかな、その日本の神から来たんではないかと思いますし、またアッシリアの教会、アッシリアの教会のマークが太陽だっていう話もありますので、そのあたりは、不思議な感じがしますけど、太陽を偶像にしてはいけないということはとても大事だと思います。本当の太陽、本当の太陽、義の太陽、イエス様が義の太陽だという話を私は、繰り返して言っています。義の太陽であるイエス様を仰ぎ見る、太陽を仰ぎ見るのではなく、その太陽を仰ぎ見ることを通してね、太陽を見ることを通してイエス様を仰ぎ見る、イエス様を仰ぎ見るということを表してみに過ぎないんだということですね。イエス様が真の神様だと思います。アメン。イエス様が真の神様、日の丸を否定するのはですね、結局日の丸が天皇崇拝に用いられてしまったということですね。日の丸が天皇崇拝に用いられてしまった、そこに問題があると思います。油すぎと日光浴は感覚が似ている。ああ、そうですね。日光浴は、ね、何かこう満たされるような感じですが、油すぎとその、日光浴ですね。日光浴はその光を受けるという意味で、光を受けるという意味で似ているかもしれませんね。天皇崇拝とキリスト崇拝の何が違うんですか。天皇は人間です、ね。
天皇も救われなければならない罪人です。しかしイエス・キリストは罪のないお方、人間ではあったけれども、イエス様は神の子です。神の子です。イエス・キリストを信じること、イエス・キリストを救い主として受け入れること、そこに神の救いの計画があるわけです。今私たちはその本当の救いを体験しているんですね。本当の救いを体験しています。これはもうだいぶ前から咲いてますけど、水仙の一種でしょうね。水仙の一種だと思うんですが、咲いています。少し前から咲いてますね。今朝もイエス様の油注ぎを感じながらこの放送を見ています。アメン。イエス様の油注ぎを感じながら、花はそんなに詳しくないですね。もっと詳しくならなきゃいけないと思ってますが、そんなに詳しくありません。今日も新しい一日です。今日は月曜日ですから、今週の、終日の初めの日です。今日も何か神様の、素晴らしいご計画があると信じましょう。今日も私たちは神を喜び、神を楽しむことができます。自然を楽しむということは、神様を楽しむことになるんではないでしょうか。野原に来ました。ちょっと皆さん野原を見てください。大山は今日はよく見えます。大山が見えますし、雲もよく見えます。少し暖かいのでね、霜柱がほとんどないですね。太陽が出てます。真冬が過ぎたという感じですね。いよいよ春ですね。大山がくっきり見えました。大山がくっきり見えました。いよいよ春が来ます、ね、いよいよ春が来ます。春はリバイバル。春は天国を表します。春はリバイバル、または天国を表します。私たちは天国を待ち望みます。本当の安息。本当の安息。日本にも信仰的春が訪れてほしいです。アメン。そうです。リバイバルは、信仰的な春です。アラブの春というね、2、3年前に
アラブの春というのがありました。イスラム教の国々がだんだん民主化したということですが、まあ、成功したところもあるかもしれませんが、シリアのようにうまくいかないところもありました。アラブの春ですが、日本の春が来てほしいですね。その霊的な日本の春、それは人々がイエス様を知ることではないでしょうか。イエス様の救いに預かること、昨日のバルナバさんのように、昨日のバルナバさんのように多くの人がイエス様を受け入れる、罪を悔い改めて信仰で歩もうとする、信仰によって歩もうとする、神の存在を知った、僕は神の子になりたいと思った、アメン。そうなんです。神の子として歩もう、神の子として歩もうと、そのように思う方が増えてほしい。それが日本の春だと思います。それが日本の春。個人もそうですね。イエス様を信じると心が春になります。心が春になります。心の春は瞬間に心が春になります。昨日の洗礼式は感動しました。ハレルヤ、アメン。心の春はですね、悔い改めてイエス様を信じた瞬間、罪を悔い改めてイエス様を信じた瞬間、心に春が来ます。突然春が来ます。突然春が来ます。だから毎日心がポカポカするのですね。そうですね、花が咲く心、温かい心、それが心の春ではないでしょうか。皆さん、今から遅くないので信仰の春を咲かせましょう。信仰の春、いいですね。信仰の春。以前はイライラしていた、今信仰で歌いたい気分だ。そうですね、心が春になるので、歌いたい気分になります。歌いたい気分になります。ぜひ皆さん、まず心が救われなければなりません。心に春が必要だということです。皆さんの心が春になるが必要があるということですね。満員電車ですが、ハレルヤと叫んでしまいました。アメン、アメン。信仰してる人は自分を 見失ってる人よ。いや、その反対ですね。反対です。多くの人は自分を見失っています。神、信仰5年目、私に油注ぎが起きた。涙が出た。アメン。イエス様を見失ってる人が自分を見失っています。イエス様を信じると、自分を取り戻すことができます。イエス様を信じると、自分を取り戻すことができます。多くの人は自分を見失っています。ハレルヤとはどんな意味ですか。主を賛美せよですね。闇の心から光のイエス様、光であるイエス様を歓迎すると心が明るくなります。心が明るくなります。明るくなるというのはよく見えるということです。そして明るくなるということは希望を持つということです。多くの人は分からないし、希望がないから闇なんですね。闇というのは分からない、知らない、
そして希望がないということです。しかし私たちは、イエス様の教えで、ね、見えてくる、分かってくる。自分が分かる。人生が分かる。将来が分かる。そして希望が与えられる。それが光ではないでしょうか。今朝の青空も天国のようですね。そうですね。天国のような青空。まあ雲があるとですね、その真っ青な空もいいですが、その雲があることによって何かこう模様になってですね、雲が模様になっていいですよね。天国のこの何て言うんでしょうかね、本当に天国のように美しいですね。私たちの心もその美しい空のようになります。私たちの心も明るくなるならば、光に、満ちるならば、空のようになります。天国ポイントを私も貯めたいです。信仰頑張ります。アメン。アメン。以前は暴れていた。今は信仰で幸せな毎日です。多くの人は、心が荒れているので、心が荒れているのでいろいろ悪いことをしてしまうのです。毎日聖書を読むようになって朝に起きれるようになりました。ニコ生にもいい放送がありますね。みんなに勧めます。会社では同僚にアメンと挨拶しています。以前ですね、あるまあ教会に電話したんですね。ある教会に電話したら、普通はもしもしって言うじゃないですか。その教会ではですね、ハレルヤーって言うんですよね。いいですね。私も電話があったらハレルヤーって言いたいですね。電話のその応答にですね、ハレルヤと言ったらどうでしょうか。皆さん、今日電話があったらハレルヤーと言ってください。電話があったらハレルヤーと言ってくださいね。母が照れてアーメンと挨拶してくれません。行ってみます。あ、菊池さん、行ってみてくださいね。びっくりするかもしれませんが、切られちゃう。まあ、切られちゃうかもしれませんが。もうそれだけで伝道なりますよね。皆さん、ハレルヤ伝道しましょう。ね、ハレルヤ伝道。それは電話が来たらハレルヤということですね。私もやってみましょうか。ハレルヤ伝道しましょう。まずはお父さんとお母さんに行ってみます。そうですね。お父さんとお母さんに行ってみてください。ハレルヤ伝道ですね。早速ハレルヤ伝道してみます。ボーアゲンさん、ハレルヤ伝道してください。それじゃあ明石タイム行きましょう。ね、明石タイム。イエス様を信じて、いろんなものが分かってきた、見えてきた、明るくなってきた、希望という光が与えられた証。イエス様を信じて、希望に満ちてきた、いろんなことが分かってきた、社会が分かってきた、人生が分かってきた証。スタート、スタート。
スタート。腰痛が治りました。以前は人を傷つけていた。今は人を助けている。明日を恐れなくなった。いいですね。明日を恐れなくなってきた。直接話できますよ。スカイプかけてください。新約聖書を読んでいる。サタンに負けない信仰を持ちます。もうあなたを疑わない。神様はいると確信した。自己中心的な考えを改めました。アメン。この放送は霊的ビタミン剤だと思う。目覚ましなどいらぬ。この放送のために早起きしている。おじいちゃんの言ってることを信じようと思った。イエス様を信じてイエス様の優先順位が一番になりました。ハレルヤ、素晴らしい。ぼっちでも恥ずかしくないんだと思った。重荷を捨てるだけで生まれ変わった。今日も信仰したい。明日も信仰したい。離婚したけど信仰で救われた。社会の底辺でもいいんだと安心できました。競馬やめます。昨日の方が幸せになりますように。洗礼を受けた方ですね。ニートだけど毎日生活できるんだと思いました。信仰はかっこいいと思った。子供もかっこいいと言っています。仕事より信仰だと気づきました。イエス様のおかげで、ごめんなさい。24時間では祈りきれないほど祈りがあることに気づきました。アメン。素晴らしい。素晴らしい。24時間では祈れないほど祈りがあります。余命1週間の犬が蘇った。アメン。十字架もかっこいいです。お経を聞くと発狂するようになった。信仰を始めたら物事の本質が見えるようになりました。それです。それが光です。それが光です。物事の本質が見えるようになった。毎日信仰してたら鬱が治ってきました。ハレルヤ、良かったですね。来月38歳になりますが、成長できたことをイエス様に感謝します。日曜礼拝みんなで歌っているところに感動しました。
私もリバイバルが起きそうです。私もリバイバルが起きそうです。ヘイトスピーチしなくなりました。アメン。イエス様のおかげで親孝行の大切さを知りました。韓国と和解できたこと、イエス様に感謝します。ニートでも信仰する、反対されても信仰したいです。美しい朝ですね。妹がクリスチャンになりましたよ。アメン。妹がクリスチャンになりました。ちょっとここで少し休憩しますよね。以前はあなたを疑ってた。今は真実を語る牧師さんだと思う。野良猫に餌をあげるときはハレルヤと言っても効果があるでしょうか。行ってみてください。動物もですね、動物もクリスチャンの愛でですね祝福されると思います。病気の動物をのために祈って癒されたという証はたくさんありますね。ペットのために祈って癒された、病気が癒されたという証がたくさんあります。クリスチャンのペットは幸せです。またクリスチャンの庭にある花もよくきれいに咲くと言われています。クリスチャンがいるところ、そこは神の国がですね、神の国が表されるのではないでしょうか。クリスチャンはある意味では祝福の、何でしょうかね、祝福をもたらす存在。クリスチャンは祝福をもたらす存在ですね。天国にペットの犬がいたという証もあります。そうですね。自分のペットが天国にいたという、ペットに再会したという証があります。チャイスクールに通ってましたが、本当に良かったですよ。アメン。祝福のメッセンジャー、いいですね。クリスチャンは祝福のメッセンジャー。クリスチャンは祝福のメッセンジャー。この間学びました。敵を祝福しなさい。あなたを迫害する者を祝福しなさいという命令があります。私たちは敵でさえも祝福する存在。悪い人に対しても祝福する存在。それが神の子ですね。それが神の子です。神の子は悪い人をも祝福するということですね。ですから皆さん、クリスチャンは世の光であり、地の塩です。世の光であり、地の塩ですから、日本にクリスチャンがたくさん増えるということは、日本を祝福することになるんです。
皆さんの存在が日本を祝福します。皆さんの存在が日本を腐敗から止めます。皆さんの存在が日本を明るくします。皆さんの存在が日本を明るくするんです。日本にとってイエス・キリストを信じる皆さんは必要なんです。日本のために皆さんが必要なんです。皆さんの信仰が日本を変えるんです。僕は信仰以前は生きた心地がしなかった。日本を愛してるから僕は信仰を学んでいます。信仰でここまで変われるとはまさかと思った。皆さんの信仰が皆さんの家族を祝福します。皆さんの信仰が皆さんの地域を祝福します。皆さんの信仰が日本を祝福します。世界を祝福します。クリスチャンが増えて自殺者が減ってほしい。そうです、そうです。希望を与えれば自殺する人が減るでしょう。自殺しなくていいんだよ、死ななくていいんだよ、死んじゃいけないんだよ。サタンに騙されて自殺してはいけない。皆さん、それを私たちは伝える必要があるんです。彼らは絶望しているから、絶望しているから死んでしまいます。ですから希望を与える必要があります。禁煙できなかったのに信仰を持ったら次の日からタバコは不要になりました。菊池さん、アメン。神の愛を知ってこんなに美しいものがあったのかと知った。こんなに美しいものがあったのかと知った。アメン。信仰のおかげで同性愛から母国愛に変われた。アメン、アメン。信仰したら韓国、中国を愛せるようになった。これ大きいと思いますね。大きいと思います。最近街でタバコの、タバコを歩きが減ってきた。アメン、アメン。同性愛の方も救われてほしい。同性愛の方も救われてほしいですね。同性愛の方も救われてほしい。例えば不貧困ね、不貧困を禁止ってます。不貧困っていうのは結婚以外の、結婚以外の男女関係、それを不貧困と言いますが、聖書では不貧困を禁じています。婚前交渉ダメだよ、同性ダメだよ、そういう性的なことはダメだよというのが聖書の、教えです。その中に同性愛が含まれているんです。つまり同性愛っていうのは同性の不貧困ですね。同性の不貧困、しかし同性だけじゃないんです。異性の不貧困も聖書では禁じています。わかりますか？そこのところよく理解してください。同性愛だけが禁じられているのではないんです。異性愛も禁じられているということですね。異性愛も禁じられている。信仰結婚だけは OK です。信仰結婚だけは OK ですが、異性愛も禁じられているということですね。バスドラやめた。僕はクリスチャンになりたい。アメン。アメン。同性愛だけを禁じているのではないのですから、差別ではないのです。悪コメを打っていた僕がまさかクリスチャンになるとは。悪コメを打っていた僕がまさかクリスチャンになるとは。それが神の力です。それが神の愛です。
霊的信仰で人々を救いたいと自然に思うようになりました。霊的信仰で人々を救いたいと自然に思うようになりました。ワオ。ワオ。キリスト教以外はダメですか？イエス様以外に救いはありません。イエス様以外に救いはありません。ぜひ、そのことを理解してください。イエス様以外に救いはないんです。最近、悪コメが減ってきているので、自信が湧いてきています。アメン。アメン。信仰して気づいた。世界は美しいということに。世界は美しいということに。世界の人がみんなクリスチャンになれば平和になると思った。天国の住人はみんなクリスチャンですね。天国の住人はクリスチャンと天使です。クリスチャンの、住人は、クリスチャンと天使です。この放送は本当にすごいですよ。知り合いにも勧めます。アメン。アメン。ぜひ皆さん、それも伝道です。皆さんがこの放送をこう誰かに伝えることは、もうそれだけで伝道です。それだけで伝道です。ぜひ皆さん、伝道してください、ね。この放送を宣伝するだけで伝道。放送を、その、ね、放送をその伝えるだけで伝道になるわけですね。ぜひ、伝道してください。皆さん、本当に今大事なのはイエス様の働きをすることです。今大事なのは、多くの人を救うことです。多くの人を救うことがとても大事です。信仰することが心から楽しいと思ってきました。信仰することが心から楽しいと思ってきました。皆さん、日本は 99% クリスチャンじゃないです。99% クリスチャンじゃないですか。なおさらやりがいがあるのではないでしょうか。ぜひ皆さん、伝道するぞ、伝道するぞ。私たちは、本当に、今一番大事なこと、人を助けたいと思った。アメン。本当に意味のあること、価値のあること。それは価値のある方を伝えることです。アメン。私たちにとって価値のある生き方ですか？私たち自身に価値があるんじゃないですね。人間に価値があるんじゃなくて、私たちに価値があるんじゃなくて、いいですか？価値のある方を伝えること。ものすごい価値のある方を伝えること。そこに価値があると思いませんか？イエス様を伝えることが生きがいでもあり、やりがいを感じています。彼氏にも信仰を進めてます。そうですね。でも、不倫子はダメですよ。不倫子はダメですよ。でも、彼氏に伝えてください。私たちがね、本当に素晴らしい人生を生きるのは、ね、その、イエス様をですね、イエス様をこう表すというか、そのイエス様の教えに生きるというか、私たちがイエス様のようになる、私たちがイエス様のように生きる、そこにですね、本当の、人生があるんではないでしょうか。身近な大切な人にイエス様を伝えましょう。そうですね。
イエス様のように生きる。イエス様の愛を表す。イエス様の愛を表す。そこに本当の人生があります。恋愛結婚ではなく、信仰結婚で祝福を受けましょう。アメン。そうですね。この世界は、その方によって作られ、その方によって保たれているんです。伝道は僕の一番の大事な仕事です。アメン。そうです。そうなんです。そこが大事なんです。私たちは、イエス様に焦点を絞る必要があります。今気づいた。神様はいると思う。間違いないよ。神様はいると思うよ。日本の離婚率が高い理由が信仰結婚じゃないからだと思います。その通りですよ。本当の愛じゃないからね。恋愛で結婚して、恋愛が冷めれば離婚になってしまうんですね。恋愛結婚というのは妄想だということですね。妄想結婚ですね。ちょっとあまりいい言い方じゃないかもしれませんが、この世の結婚は妄想結婚ですね。妄想結婚。多くの人は妄想人生、妄想結婚。私たちは真実な方、真理の道を歩み、真理の御霊に導かれて、イエス様と共に歩みます。痛風が治りました。アメン。痛風が治りました。よかったですね。現実を見なければなりません。そうです、皆さん。イエス様の教えこそ真理ですから、真理こそ現実なんです、皆さん。真理こそ現実なんです。間違った考えは現実じゃないんです、皆さん。この世の考えは現実じゃないんです。妄想なんです。いいですか？罪というのはですね、罪というのはその妄想の中で生きるということですね。妄想の中で生きる。多くの人は妄想で生きているんですね。妄想というのは、真実ではない、真理ではない。その現実離れしているということですね。はい、恋愛も妄想です。恋愛も妄想です。多くの人は妄想で生きていますね。妄想で生きています。闇というのは妄想ですね。闇というのは見えないわけですから、ね、見えないのにこの見ようとしているわけです。今私たちは、その闇から出て、闇から出て光の中を歩む必要があるんです。まず私たちが妄想で生きてきたことを知る必要があります。恋愛も出世も欲望です。アメン。恋愛も出世も欲望です。妄想で生きてきたことに最初にショックを受けますが、すぐに感謝できるようになります。アメン。そうですね。信仰というのは、真理を知ることです。神の存在を知り、もう悪さはできないと思った。私たちは真理を知ったのですから、もう妄想を、妄想から離れることができます。
本当の愛は神様からの神の愛だけですね。そうですね。神の愛を知る。神の愛を知る。神の愛こそ真実。神の愛こそ真実ですね。それが、分かると、その一番大事な真理が分かると、一番大事な真理が分かると、すべてがこの真実になっていくと思います。一番の真理のお方、一番の真理のお方を知ることが、まさに真理を、のうちを歩むということでしょう。イエス・キリストを信じるということは、まさに真理のうちを歩み始めるということです。イエス・キリストを信じるということは、妄想から離れ、妄想から離れ、その嘘の世界から、本当の世界、闇の世界から、光の世界に入るということです。すべての人が、サタンに騙された妄想人生です。そのサタンは人々を妄想と闇の中でくらまして、人々を滅びに導くのがサタンです。十字架が映った瞬間、油注ぎが来ました。わお、十字架が映った途端、油注ぎが来ました。今日もイエス様の光の内を歩みましょう。今日もイエス様の光の内を歩みましょう。それじゃあ招きをしましょう。今日の放送を聞いて、妄想人生をやめたい、妄想人生をやめたい、暗黒人生をやめたい、暗黒人生をやめて、真実人生、光の人生、光のうちを歩みたい、真理のうちを歩みたい、そういう方、アーメンと言ってください。アーメンと言ってください。アーメン。真実のうちを歩みたい方、アーメン。ア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 メン。天のお父様、感謝します。今日も放送できたことを感謝します。どうぞ、今アメンと言った方々が、光が、イエス様の光が注がれた、心が明るくなりますよ、心が明るくなりますよ。イエス様がいれば大丈夫、イエス様がいれば大丈夫、あらゆる不安、恐れがなくなりますように、失望がなくなりますように、イエス様が守ってくれる、助けてくれるという希望、イエス様がいてくれるという希望、決して見捨てない、決して見放さないイエス様を、イエス様が一緒にいてくれるというその希望で、心に平安が来ますように、天国の平安が来ますように、イエス様どうぞ、リスナーの人たちの心に新しい希望が来ますように、こんな自分でも生きていいんだ、こんな自分でも救われるんだ、イエス様を受け入れますよ、イエス様を受け入れますよ、アーメンと言った方々がイエス様を受け入れて新しい人生を歩み始めますように、罪から離れて、悪から離れて、善の内を歩むことができますように、神の愛で歩むことができますように、日本を救ってください。日本にはまだまだあなたを知らない人がたくさんいます。あなたを知らない人がたくさんいます。どうぞあなたの福音を聞いて、
救われますように。日本が救われますように。日本が救われますように。日本が救われますように。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン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 。はい、ありがとうございました。それじゃあ、今日、素晴らしい一日を送ってください。イエス様に期待してください。イエス様と、イエス様を求めてください。イエス様と共に歩む、素晴らしい一日を迎えてください。また夜8時にお会いしましょう。シャローン。シャローン。Shalom.